セルシオも持ってますから。マジっすか。セルシオとベルスと、あとバイク、はい、うん、これもファミリーカーだけどカスタムしてあるからね。カスタムしてます。え、グリルなんかも。グリルはこれはあの TRDB のグリルで、下モデリストなんですけど。ここは変わってます。これはい、変わってますね。これはクリスタルアイの、あ、はい、テールとかもね。そうです、そうです。テールもクリスタルアイの。あとはモデリスタですか。モデリスタのエアロですね。これ前期。これ前期です。もう今何年目ぐらい。今もう5年ぐらいですよね。これなんすか。キャリパーカバーですね。カバーで、ハブカバーつけて。ホイールはなんすか。これワークのシュバートクレル。これ20インチです。これ車高調。これ車高調です。何入れてる。これはあのアクシスのパーフェクトナンバーっていう乗り心地いい系の。そうです、そうです。やつ。あとはあれだ、モデリスタだ。そうですね、サイドは モデじゃなくて、はい、TRD のサイドを。あ、それで、ね、あえて。はい、あえて。じゃあ、ジュンさんの好みで言うけど。いや、これ前のオーナーさんで。あ、そのままにしてる。その仕様を僕、逆に探してて、たまたまあって。こだわってますね、そこも。はい、こだわりました。それはバイクだけじゃないの。全部です。全部全部です。そう、全部こだわってもね。セルシオもそうだし、はい。あとは何かやってるんですか。あと羽を延長してます。これ延長ってことなの。作ってるんですか。もともとここだけなんですけど、はい、ここをプラスで乗っけて。はあ、これ何を乗っけたんですか。あの市販品のやつですね。シルクブレイズですね。あとは、あとは中オーディオやって。何やってる。あのスピーカー変えてウーハー組んで。ウーハーじゃない、後ろにいるっていう。あ、いや、あの前に。あ、はいはいはい。で、テールランプ変えて。これもクリスタルアイですよ。合ってるな。やっぱ違いますね。これ結構値段するんですよね。これは出た当時高かったですね。でも安いじゃないですか。いや、うっつね、うっつね。高いものは高いですよね。高いものは高いです。ね。安いじゃないですか。リフレクターは。リフレクターはこれあのコイトのやつを加工して LED を入れてます。あれですか。あの車外のリフレクター結構いろいろ出てると思うんですけど、はいはい、車検通らないところと通るところがあって、おグレーゾーンだからもうコイトのやつを加工しておけば間違いない。まあこれ大丈夫。これははい、もう E マークもついてるんで間違いない。でそこも計算してって感じですね。あとはホグスか。これはあの忘れちゃいました。ど忘れちゃいました。でも結構明るいね。これ明るいですね。あとコーナーポールだ。はい、これもつけました。純正ですか。これ純正です。これついてなかったんで後から。はい、結構やってますね。やりました。すげえな、ファミリーカーとはいえね。純正ここはね、低くですね。はい。あとはミラーのカバーとか。ミラーはブラックにしてるんですか。はい、ブラックのやつは移植。移植しました。カバーだけですね。なるほど。で、あとフロントガラスに変えて。え、どういうこと。あ、コートテクト入ってるんですよ。あ、そういうことなんだ、はい、これだけだって結構するんじゃないですか。高いですよ。パッと見そう、ね、派手めに、ね、見えないけど要所を抑えた。やるところはやってますね。はい、やりました。ステアリングのところも打ち替えて。ステアリングのこういうとこですよね。そうです。そこだけ暗かったんで打ち替えて、うん、ウッドランプ、スカッププレート。そうそうそう、だいぶね。これも社外品ですか。あ、社外品ですね。でテーブルつけて、はい、ベルのカスタムはこのぐらいにしようか。はい、このぐらいで。あ、まあ、他忙しいですから。はい。マジ忙しいっしょ。マジ忙しい。俺無理っすよ、あの買える買えないじゃなくて、あれ維持が多分大変。シートはノーマルですか。ノーマルです。あ、そのこんな。これがピボットの。ピボットの、はい。これ速さ的にはどうなんですか。これは5段階に変えられて、はい、で今は SP1 っていうモードで踏めばちょっと加速していくような。あとエコモードにも切り替えられるし、はいはいはい、感じですね。
いやすごいな、これも持ってたんだな。次回はじゃああれじゃん、セレショじゃないですか今度。次回はそうです、ね、もしかしたら。楽しみだな。この車高だったらいいっすね。これだったらどこでも行けますね。行けますよね、はい。乗り心地どうですか、パーフェクトダンパー。やっぱいいですね、純正よりいいっていう評判だったんですけど、はい、やっぱつけて全然その通りだなって。あ、そうですか、はい。お値段的にどのぐらいですか。18万ぐらい。あ、割としますね。はい。あ、ルーフもついてるのこれ。そうです。で、ゴールドエディションなんで、あの、はい、天井がブラックなんですよ。あ、色違うんですね。中が、はい。普通だとあのベージュみたいな。あ、それが目立っちゃうんですよね。はい。ね、それが嫌でこのグレードを探してて。そういうこだわりなんですね。はい。そうですか。あとはやっぱりそのスロッコン入れるともう全然違いますか。違いますね。今 SP1 っていうやつで、はい、こんぐらいなんですけど。あ、でもこれでも早いっすね。今上げて今これ5にしたんですけど、はいはい。あ、早いわ。でもスロッコン入ると全然やっぱ違いますよね。全然違いますね。これは車外。これは車外ですね。はい。サンマルのベルは何で買ったんですか。ただファミリーカーとか。子供が生まれるってことでファミリーカーを探しててってことでベルファイヤーがその時ヒットしたんで自分の中で。乗ってみていかがでした、ベルファイヤー。あ、もう全然不満なく。お、はい。これもノーマルでここのイルミネーションだけ後付けで中カーボンシート貼って。あ、結構細かくね。自分でやったんですか。あ、これはい、自分でバラしてやりました。これなんですか、これは。これはウーハーのコントローラー。あ、何これノーマルですっけ。どうですか、このモニター。あ、ナビは変わってますね。あ、変わってるよ。はい、サイバーナビですね。すごいじゃん、セルシオも楽しみですね。セルシオもまだまだ進化しますね。何やってくんのかなって。あの、考えてて、はい、で、やっぱ答えが見つかんないんで寝られないんですよ。よく言いますか。熟睡できてないですよ最近。よく言いますか。